朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が党中央委員会書記たちとともに、またもやポトン川沿いの階段状の住宅エリアの工事現場を見ました。敬愛する金正恩総書記は本格的な建設に着手するため現地に入った施工機関の展開ぶりを見て、施工分担区域を把握しました。敬愛する金正恩総書記は800戸の階段状の住宅エリアの建設は新しい形式の住宅で都市の姿を一新し、人民に発展した生活環境と条件を提供しようとの党中央の構想と意図が秘められた建設だと念を押し、すべての建設機関がその重要性を正しく認識し、燃えるような献身と粘り強い実践で我が党の遠大な首都建設の政策を実行すべきだと激励しました。そして中核の建設機関が住宅建設を引き受けただけに、私が常に関心を持って直々工事の手配を強めるだろう。工程計画を綿密に立て、建設の手配と指揮を手抜かりなく行い、設備と資材を十分賄い、機関別の政治工作と競争を奨励し、速度戦実力戦で都市住宅建設のモデルの経験を創造すべきだ。建設工程に対する監督を厳しくし、要求性を高めて資材を極力節約し、各種の事故を防止し、良い建設経験を首都建設部門に一般化すべきだ。住宅エリア周辺の園芸設計をきちんとし、ポトン川のほとりの公園を立派に作って、住民の生活の最大の便宜を図り、自然環境を改善すべきだ。見栄えがする階段状の住宅の類型別特性と立面形成要素が独特に課されるよう、建設の質を高めるべきだ。当面の今年の首都住宅建設計画を立派に完遂して、社会主義文明の中心地としての平壌の現代性と主体的な建築の発展ぶりを誇示し、いかなる世紀的変革も遂げられる我々の底知れぬ思想的精神的威力と強固になっている自立経済の潜在力を改めて誇り示すべきだと述べました。敬愛する金正恩総書記は、これから首都建設と地方建設で我が党が示した人民大衆第一主義と民族性と現代性の正しい取り合わせに基づく建築の造形化芸術化の方針を徹底的に実行し続け、分けても土地経営及び環境管理の新しい基準を立て、園芸緑化をはじめ文化的な環境管理に深い関心を向けることについて取り立てて強調しました。また人民生活問題を解決する上で切実な問題の一つである住宅建設の重要性を改めて認識し、平壌市の5万世帯の住宅建設とともに地方建設でも変革的な実践をもたらすべきだ。我が党は新たな5カ年計画期間内に住宅及び都市経営と生態環境部門でより多くの進展を遂げて、人民に立派な物質的文化的福祉を提供するだろうと述べました。敬愛する金正恩総書記はポトン川沿いの800戸の階段状住宅エリアの建設にあたった力ある中核の建設機関が我が党の雄大な首都建設の方針にのっとり、人民が指折り数えて待つ幸せの住処を一日も早く建てるものとの確信を表しました。偉大な金正日総書記の普及の著作を年代順に体系付けて全面的に収めた不滅の金日成金正日主義の全書である金正日全集第34巻が朝鮮労働党出版社から出版されました。新刊には金正日総書記が71年1982年1月から9月までの間に発表した歴史的な論文、談話、演説をはじめ84編の著作が入っています。著作には全党に唯一思想体系と唯一指導体制を確立し、社会主義建設で新たな飛躍をもたらすための戦いの行く手を明らかにした金正日総書記の不滅の思想理論の業績が集大成されています。
人民経済の各部門で成果を収めています。無産鉱山連合企業所で自らの力と技術で設備の整備補強に励み、採鉱、鉱石運搬、先行系統の設備をフル稼働させて第一四半期の鉄製鋼の生産計画をやり遂げました。チョンジン製鋼所でも生産土台の整備補強に力を入れ、集団的技術革新運動で第一四半期の鉄鋼材の生産計画をやり遂げました。また各地の発電所で電力生産に励んで、3月30日まで電力工業部門の第一四半期の計画を完遂し、福ちゃん地区青年炭鉱連合企業所をはじめ石炭工業部門の多くのところでも第一四半期の生産計画を完遂しました。春の植樹キャンペーンが積極的に張られています。平安北道新義州市では人々の間で植樹関連の知識を広め、念入りに木を植えて活着率を高めています。平安南道春山郡でも郡内のすべての山を黄金の山、宝の山に作る計画のもと、森林造成を本格的に進めています。教育部門で成果が上がっている中、東平安第一中学校で教育発展のトレンドと教育学的要求に即して生徒の実力向上に役立つ実践実技教育に力を入れています。先日学校では生徒たちが課内授業を通して学んだ知識の活用能力、実践実技能力を評価する創作品展示会を催しました。これには50種1200点の考案品、2500件の科学テーマの文と評論文が出品されました。諸村労働党第8回大会と諸村労働党中央委員会第8期第2回総会の決定にのっとり、各地の作家たちが生産現場に新しい活力を吹き込む文学作品の創作に勤しんでいます。新たな5カ年計画の初年度の課題の実行に励む各工場企業共同農場に出向いた作家たちは、時代の躍動感と人民の熱意が盛り込まれた多くの文学作品を創作しました。作家たちは素晴らしい文学作品で国中の人民を大いに励ます一年で、創作に拍車をかけています。以上をもちましてこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はオーヨンスク、シンヨンギルでした。こちらは朝鮮の声放送です。三線老兵に挨拶する。1909年2020年7月、平壌で偉大な祖国解放戦争勝利67周年を迎え、第6回全国老兵大会が開かれました。大会に臨席して共和国の戦勝の歴史に不滅の貢献をした三線老兵に崇高な敬意を表した敬愛する金正恩総書記は祝賀の演説を行いました。総書記は勝利をもたらした三線老兵を熱く祝い、その世代が流した血と汗、その偉大な精神と崇高な犠牲なしに今の諸村を考えられないと述べました。三線老兵を党と指導者に忠実に従ってきた立派な革命家、愛国者、かけがえのない革命の宝と評価し、崇高な敬意を払った総書記の演説は万人の胸を強く打ちました。この日総書記は三線老兵に腰をかがめて3回も挨拶しました。感激なしには見ることも聞くこともできない総書記の祝賀演説と崇高な敬意に接した三線老兵はもちろん、国中の人民が涙で頬を濡らしました。三線老兵のリー・ヨンソンさんのお話です。金正恩総書記が私たち三線老兵に向かって挨拶するとき、感動のあまり涙を流しました。そして戦勝の世代のあなたたちの英雄的な人生を高く評価し誇りたいのが労働党の思いだと言ったとき、私たちは深い感動を覚えて拍手し、総書記にお辞儀をしました。総書記はこれから健康な体で長生きすることを望むと言いましたが、それに報いるために何をしたらよいか多くのことを考えています。金正恩総書記の崇高な尊心義によって三線老兵は国中の人民に尊敬され、
その尊い革命精神は次の世代にそのまま引き継がれています。参戦同兵に挨拶する。高台氏とお話ししました。音楽ファンのリスナーの皆さん、ご機嫌いかがですか。皆さんお待ちかねのお望み音楽の時間が参りました。リスナーの皆さん、春です。春が来ました。野や山に新芽が吹き出し始めました。木々の花のつぼみも開きかけています。この春の香りを漂わせる歌をプレゼントしようと、スタッフはリスナーの皆さんからのリクエスト曲を探してみましたが、ふと何年か前の4月に東京都の増田裕樹さんから寄せられたお便りが目につきました。増田さんは間もなく偉大なキム・イルソン主席の生誕日の太陽節を世界の人皆の祝日として迎えることになる。主席が切り開いた自身の時代の歴史的意義がさらにクローズアップされる。この4月から転職するが、これからも諸村の歌を歌いながら諸村人民の偉大な前進を励ますし、私も発奮するつもりだと書いておられました。ということで、今日は増田裕樹さんと4月の春に思いを寄せる他のリスナーの皆さんのために、日程に国を奪われ、春が訪れてもその春の香りを味わえなかった諸村人民に解放の春をもたらしたキム・イルソン主席が、抗日革命闘争の時に自ら作ってよく口ずさんだ不朽の名作、ふるさとを思う歌、この曲をバイオリン協奏曲でおかけしましょう。では歌詞をご紹介します。1番、ふるさとを立つ朝、我が母は角に出て涙ぐみ、さあおゆき、その言葉、ああ耳を打つ。2番です。我が家のほど近く小川あり、弟としぶき上げ、戯れた山や川、ああ浮かびくる。3番です。手どん川麗し万軒で、懐かしや山や川、解放の晴れの日に、ああ帰らん。出演は国立交響楽団です。Thank you.
ただいままで増田裕樹さんと4月の春に思いを寄せる他のリスナーの皆さんのために不朽の名作ふるさとを思う歌、この曲をバイオリン協奏曲でおかけしました。増田裕樹さんと他のリスナーの皆さん、決戦万里を駆け分けて国の解放の春をもたらしたキム・イルソン主席の郷土愛祖国愛がしみじみとにじみ出る美しいメロディーですが、いかがですか？じっくりご鑑賞できたでしょうか？では皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。